1810年のブエノスアイレスのカビルドの会合、カビルド、またはアユンタミエントは、かつてのスペイン領植民地の、主に都市など基礎自治体の行政を任務とした機関。日本語では資産次会と訳される。カビルドは時に任命されたり選出されたりと、まちまちだが、土地を所有するすべての世帯主の代表と考えられた。植民地のカビルドは、 もともと中世のカスティーリアで発展していたものと本質的には同じである。カビルドは自治体の法廷代理人であり、コンキスタドールが征服した当初から植民地に導入された。カスティーリアのカビルドは古代ローマのムニキピウムやキュイタスに類似点が見られるが、中世に独自の発展をした。西ローマ帝国の崩壊と西元王国の創立で、 古代の地方自治政府は消失した。多くの地域で周りの政治的不安定から脱出しようとして、人々は自らを大土地所有者に委託し、地主の保護のために兵役やローを交換し始めた。この過程は最終的に荘園の成立と封建性につながった。かつての制度の残る場所には西郷との王が管理を派遣した。うま町の時代になると新たな支配者も また、都市の問題を管理する様々な司法官を任命した。カーディがシャリー・ヤ法の下で裁判をし、サヒーブは都市生活の様々な分野を管理した。カビルュドはレコンキスタの過程で徐々に進化し始めた。要塞化された地域が都市の中心となったり、古い都市が拡大するキリスト教の王国に編入されたりするに従って、王は 様々なレベルの自治権と独自の一連の法律を都市に与え、古代のタートリムに類似した行政の中心とした。一般的に自治体政府は都市の財産を所有するすべての男性に開かれた評議会と王の代理として、また都市の防衛を組織するため任命された貴族で構成された。13世紀までにこれらの開かれた評議会は大きすぎて扱いにくくなり、 カビルドやアユンタミエントというより小さな気候に変えられた。カビルドは都市の財産の所有者に選出された一定数のレヒドールで構成された。この新しい気候が14世紀終わりまで高級的な形態をとった。同様の過程で隣接するアラゴン王国でも異なる属性と構成の自治体の評議会の形態が発展した。アルゼンチン、サルタのカビルドスペインは 新大陸におけるインディオの行政府のスペイン化を目的として1530年頃からゴベルナドールという行政庁の職を先住民のコミュニティに置き始めた。ゴベルナドールの職位は当初菓子家が兼任したが16世紀半ばからは副王が任命したり民選されたりするようになった。この過程と並行してスペインの地方自治体を参考にして 先住民コミュニティの再編が行われ、その一環として16世紀半ばからカビルドが設置された。カビルドはゴベルナドールによって統括された。カビルドの機能の多くは、かつてのインディオ社会におけるトラトアニが果たしていたものであり、インディオにとっては全く新しいというものではなかった。ゴベルナドールやカビルドの権力は絶対的ではなく、コレヒドールや 修道士がしばしば行政に介入した。植民地では民選のレヒドールの大半はエンコミエンドロであった。16世紀半ばまでにカビルドの官職は売買されたり世襲されたりするようになった。クリオーリョはより高い官職につくことを許可されなかったがカビルドのメンバーにはなることができた。理論上、アメリカ大陸とフィリピンのスペイン領植民地のすべての自治体に カビルドがあった。自治体は都市だけとは限らず、周辺の土地も含まれ、すべての土地は最終的には自治体に割り当てられた。通常、カビルドは現地の法律を作り、アウディエンシアの長官に報告した。カビルドはいくつかの感触で構成された。都市の大きさや重要性によって異なるが、4名から12名のデヒドールがいた。 レヒドールたちは単に審議官であるだけではなく、彼らの間で業務を分割し、領地の行政をすべて共有した。当初レヒドールはすべての世帯主から選出されたが、中世後期には、これらの選挙はしばしば暴力へと変わり、選挙を操作するために市民が徒党を組んだり、殺人さえ起こることもあった。これを最小限に抑えるべく、王は各都市に一定数の あるいはすべてのレヒドールを任命するようになった。近代まで、スペイン本国と海外の両方で、民選と任命のレヒドールが混合した、様々なカビルドが見られたが、最終的には王を直接代理して、カビルドを主催する官職として、コレヒドールが導入された。カビルドには1名から2名の司法を担当する、反事職として、アルカルデが置かれ、レヒドールによる秘密選挙で選出され、 原則として、再選は禁止された。アルカルでは、刑事と民事事件の第一審の判事と、コレヒドールがいない時に限り、カビルドの主催者を務めた。カビルドには、その他に、経理庁、土寮校検査官、公共財産監視官、過量徴収官などの管理がいた。都市間の地理的な隔たりや、交通の不便さのために、カビルドは、 都市の経済活動の調整機関の役割も果たした。都市の緊急時や災害時の場合の重要な問題に、際しては、市民が参加するカビルド・アビエルトが16世紀から、使用された。公式の統治機関である、カビルドに対して、カビルド・アビエルトは、大衆に、様々な都市の問題について議論したり投票したり、する機会を与えた。カビルド・アビエルトに招聘される市民は富裕層である。 傾向が高く、貧困層や、根血、先住民、女性、奴隷は参加できなかった。初めてカビルド・アビエルトが開催されたのは、1541年6月10日に、チリのサンティアゴであったと言われている。フランシスコ・ピサロがペルーで死亡したという噂に伴い、一連の会合により、ペドロ・バルデビアが、チリ総督に選出された。公職選挙を、 カビルド・アビエルトで行うケースも見られた。キューバでは、ハバナなどの都市で、1550年代の半ばまで、カビルド・アビエルトで公職の選挙が行われていた。総督が指名した一人に加えて、市民は二人の候補を提案することができた。さらに、キューバの地方政府の一部であるレヒドーレスも二人の候補を立て、これら五名による選挙が、カビルド・アビエルトで行われた。 この種の公職選挙は、スペイン領のアンティリアス、パナマ、キト、リマ、サンティアゴ、クスコなどでは16世紀までしか続かなかったが、比較的民主的であったグアテマラ、カラカス、パンパロナ、ポトシ、ブエノスアイレス、アスンシオンといった他のスペイン領では、独自の職員のうち少なくとも一部はカビルド・アビエルと経由で選ばれた。19世紀に、 多くの植民地がスペインから独立した時期には多くの宣言がそれぞれのカビルド・アビエルトで行われた。ヌエバグラナダの首都では1810年7月10日にカビルド・アビエルトで独立が宣言された。1811年12月22日にカラグア、1810年5月21日のブエノスアイレス、1821年7月28日の ペリューなどの例が挙げられる。カビルド・アビエルト・和キでもタウンミーティングのような形式で開催されている。最近ではアルゼンチンのエスペランサで2010年2月12日に開催された。アルゼンチン政府の交換が市民と議論するために会合に集まった。彼らはエスペランサ市民に税制と予算案を説明し、議論と質疑応答を行った。ありがとうございます。